Are you listening? Damn. Yeah. はい、徳島市より NHK をぶっ壊す。ということで、今日令和3年7月の2日、夕方の4時37分です。今日はね、金曜日の、まあ、恒例の、定例記者会見ということで、トータル2時間ぐらいあったんですかね。結構長かったんですけども、まあまあ、いろんなね、話題が出てましたけども、この動画ではね、ちょっと、関秀幸さん、楽ちんさんっていう方ですかね、について、まあ、ちょっとね、自分が思ったことを、まあ、喋ってみようかなと思います。そもそもね、僕はその関さんっていう方は、面識ももちろんなけりゃ、ネット上で、関わったことも一切ないです。で、その上でね、名前はもちろん知ってましたし、存在は知ってました。で、マシューさんが、対談しとったんかな、YouTube 上で、対談をされてて、その対談は、全部聞いて、で、まあまあ、僕が持ってた感想としては、なんか面白いおっちゃんやなと、多分一緒にお酒とか飲んだら、おもろいんだろうな、っていう風な、まあ感じでした。ただ、その、初歩党構想に、参画するにあたって、まあ何がやりたい人なのかっていうところまでは、全然僕は把握しきれてないというか、よくわかってない状態でした。で、今日ね、その会見の最中に、まあ、立花党首がまあ、いつも通り喋ってて、で、楽ちんさんが、その立花さんとまあ、半ば会話をするような形で、その会見の中でね、掛け合いというんですかね、いろいろあったんですけども、その中でね、その諸派党構想に参画するにあたって、どうもその関さんは自分自身が何をやりたいとか、これを変えたいとか、ここに問題提起をしたいっていうのが、どうやら定まってない感じ、を受けました。なんでかっていうと、まあこういうことをしたいって言った時に、例えば立花党首が、まあ、ダメ出しというか、ちょっと抽象的だねとかいう感想を述べると、じゃあ動物愛護にしましょうかねとか、じゃあ消費税ゼロを訴えましょうかねとか、もうそのね、ものの5分、10分ぐらいで、なんだろう、言ってることが、どんどんこう変化していくんですよね。まあそういう人って結構いるんで、僕はまあ免疫がある方なんで、そういうところでなんか、どうなのっていうふうに、人間性までをね、否定するようなことっていうのは思ったりはしないんですけども、ただその、途中でね、立花党首も、おっしゃってましたけども、まあ僕自身がね、認識してるその諸派党構想っていうのは、まあ、これ諸派党構想に限らずですけども、なんだろう、政治の道にね、を目指すにあたって、やっぱり順番ってあると思うんですよね。その、まあ、普通に生活してて、で、これおかしいよなとか、これなんとかならんかなとか、これこのままいったら日本あかんようになるなとか、っていうことを思った時に、じゃあ自分に何ができるのか、ね、一般人のままでできることをやり続けるのか、または、政治の道に入って、政治的な主張として、その問題提起っていうのをやっていくのか。まあ、こんなんね、いちいち言う必要ないですけども、まあ、立花党首は、自分自身が NHK に勤めていて、で、その当時はね、自分自身も、長いものに巻かれて、悪いこともやったと。でも、自分自身の正義感にね、苛まれて、正義感に押し、上げられて、で、両親の呵責に耐えられなくなって、
で、あかんと、内部告発しようと、 NHK こんな悪いことしてますっていうことを言って、でその NHK を変えたいね、正常な状態に戻したい、そのために政治の道を選ぶしかなかったと。それは大橋さんも同じだろうし、ね、多くの人がその順番なんですよね。例えばお店をオープンするときに、俺は肉が大好きだと、焼肉が大好きだと、で食べるばっかりじゃなくて自分も焼肉屋さんを経営して日本一のうまい肉を提供する店を作りたい、そう思って焼肉屋さんってね、オープンすると思うんですよ。それはお寿司屋さんでも一緒ですし、ラーメン屋さんでも一緒だと思います。自分自身がラーメンが好きだね、全国いろんなラーメン食べ歩いてきた、でも俺にはひょっとしたらもっと美味しいラーメンが作れるんじゃないのかとかね、そういう風な気持ちが最初にあって次に行動なんですよね。普通それって初波動構想においても一緒で、子供が連れ去られました、しんどい思いしました、こんな人をこの日本から一人でも増やしたらダメだ、減らしていかなきゃいけない、だから子供未来党を作りましたっていう順番だと思うんですよ。でも政治の道に進むにあたって僕何しましょうかね、なんかいい案ありますかねみたいなテンションだったんですよね、今日の関さん。そこはね、ちょっと順番が大きく違う。まあ順番って言っても1と2しかないんですけど、普通は1、2っていくものが2、1ってなってるんですよね。だからそのあたりで唯一、まあ僕が違和感を感じた、まあ、部分ですね。だからその票を取るためにね、票を取るってどういうことかっていうと、諸派党構想の場合は票、得票数に応じた政党助成金、お金に変わるわけですよ。だから少しでも多くのお金を得るためにね、得票数が多く取れそうなスローガンを掲げて選挙に出ようかなっていう順番なんですよね、今日聞いてる限りでは。そのね、関さんの中ではそうじゃないって言うかもしれないですけど、僕はそう感じたんですよね。でね、もっと言うと、動物愛護にしても、子供の未来のことに関しても、まあもちろん NHK 問題に関しても、票が取りたい。お金が欲しい。それが先に立って、票が取れそうだから、動物愛護のことをやってみようかとか、消費税ゼロを訴えかけてみようかっていうふうにやっても、先にやってる人には絶対にかなわないんですよ。やり方が一緒で行くのであればね。もちろん、もっと違う、なんか、それこそ、発明に近いようなやり方があるのであれば話は別ですけど、おそらくそういうのもないような空気感だったので、なんか、まあちょっとこう、今日はね、関さんが空回り、してたんじゃないのかなっていう風なのが僕の感想でした。単純にね、人間、として見た時には多分ね、めっちゃおもろい人だと思うんですよ。いろんな経験もされとるような感じやし、多分ね、話はねめっちゃ合うと思うんですけど、ただその諸派党構想に関してっていう部分においては、まあちょっと大きく順番が逆なのかなという風な感じがしました。それが僕の率直な感想です。まあこれからね、関さんがどういう風にやっていくのか、ちょっとわからないですけども、まあまあ様子をね見守っていきたいなというふうに思っております。以上です。徳島市より NHK をぶっ壊す。